の野郎。もうめっちゃ吹き飛んだ。なんだ霊撃符だ。多分何かできるんじゃないの。それ確か敵を吹き飛ばすアイテム。マジか、めっちゃ便利じゃん。せっかくだしこれ使っていきたいね。夜になってきたし危険だぜ。あとこの降臨うぜ。夜の安全だろ洞窟は。そうなんだ。地上で湧いて湧き量は減るよ。そうなの、割合みたいなのがあるの。そう、全体としての割合はある。へえ。さっきから降臨かなんかに釣られてるやつが結構いたんだけど、こいつなら釣られてない。うまくクリーパーの呼吸避けないと。本当に尋常じゃない量。走り抜けるしかない。もうこれ以上もう戻れない。戻れないのキス。どんな量だよ本当。よく生き残れてんだ。むしろ俺今どんだけの経験値を消費したんだ一体。なんか建物がある。あそこに逃げ込もう。ゾンビ来た。なんだこれ。やめろやめろ。このお前で邪魔だよこの。このファッキュー。なんか古びたお寺って感じ。お前らのせいでゾンビ入ってきたんだよこの野郎。全員皆殺しにしてやるぞ。そこ森屋神社じゃないまさか。いや森屋神社そんな小規模じゃない気がするけどね、今までの流れだと。ないよだってこんな廃墟。もっと広い参道がありそう。ここはただの廃墟だよ言っとくけど。そっか。なんだこりゃ、ボコボコだ。うわだいぶ消耗したな。おい冗談じゃないよ。お前らサムネになると思ってるか。ならねえよお前らは。増えてるしよ。お前らのせいで入ってくんだろ。その金つま消すか。その金つま消そう。危ない危ない。ここは何なんだこの古びなんていうの、本当に寺っていう感じでもないような気がするけど、なんて言ったらいいんだこれ。よくわからん建物があるけどね。何なんだ本当にこれ、謎の建物だな。結局入ってきたのかよお前ら。マジで邪魔。はっ、目の前で死んだ。扉の前であいつら殺された。はあ、敵多すぎ。ああ、降臨多すぎ。お前ちょくちょくなんで俺の言ってること真似するんだ。いや今も真似してない。すいません。真似してるよなんかね。すいません。そろそろイライラしてきた。すいません。こいつ俺の真似してるんだろうって思ってます。画面の前の勝者も切れてる。何やこいつ。やっぱエンダーチェストは便利だな。うん。目の前で殺されてるの。思ったけどお前いつまでそこにいるつもり？え、あそこの洞窟危険や。松明置いたからさ、お前も置いたい松みたいにしといてよ。置いたい松って俺松明持ってたか。わざわざ置いてったんだから俺が。あれ、エムジアンブロシアもらっちゃったんだ俺が持ってきた。俺天空寺とアンブロシア持ってきたのに、天空寺はあるな。アンブロシアだけがなくなっちゃった。あ、なんかアンブロシアいっぱいあるなと思って、まあ、使っちゃったわ。あ、そうっすか。多いとか言っても22個しかないし。まあなんかちょっとあんまり置けてないなと思ったら置いてよ。じゃあ私はそっちに向かえばいいんですね。そうね、朝になったらいいから。はい、なんとか安全確保できた。よし、あいつらが燃え尽きたら行こうかな。よし、静かになった。それでは行ってきましょう。え、あのスケルトンで燃えないんだ。帽子かぶってたら燃えないよ。そういうことか。このバカめ。でも今の俺は大丈夫だ。この野郎。ショック。おうおうおう。てか普通にここ出ただけでハートがこんなに、ハート減る？なんでこんな防具ガチガチなのに。妖精にやられてる側だね。ああ、そういうこと。だって防具貫通だからそれ。じゃああそこを突破するにはサナエさんちょっと遠いけど購入させてくださいよ。それでいいんです。よし、これぐらいあれば MJ のところに行けばいいんだね。普通に危ない。 MJ マジでどこ行った。そこね。人里じゃないよな。滅んだ人里的な。いや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 、そんな設定ないんですけど。こんなに妖精が怖いと思ったことはないよ。奴らも群れれば強いからな。本当にノーマルってレベルで強いんですけど。恐ろしいことにノーマルなんだよなこれは。マジかよ。まあ、だいぶ減ったんじゃないですか。むしろスケルトン怖くないもんな。申し訳ないが。どうした。ダメだ、順路なんか通ってらんねえ。あれ、新しい鳥居じゃないか。いや、うわー、なんだこれ。新しい鳥居だと思った。お前らは怖くない。完全に廃墟じゃんこれ。 100% 廃墟、廃墟 100% だ。がっかりしてメソメソしてどうしたんだ廃墟 100%。 いやいやいや、これもうふざけんねん。どんだけできんねんこれ。ふざけやがって。うわ、そうさ 100% 勇気もうやりきるしかた。やっぱこれさ、なんかこう山の上の人里があるんですけど、廃墟の、廃墟の山の上の人里がある。わー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 、ミニ人里。オッケー、ナイスー。あれ、本当にここ MJ 来た。松明はあるな。マイクラの敵はもはや怖くないですから。魔獣以外はね。洞窟の中さ、でも置いた松明してね。え、俺洞窟から出たけどなんか光源バグ起こってるけど松明は置いてないってこと。え、松明置いてないとこ置いてないよ別に。引き返したってことかこれは。仮拠点みたいなの あったわ、さっきの MJ の言ってた。もう単純に置いてないだけだと思う。だから順路通りには行かなかったってことか。避難したんだよ。じゃあここ第何拠点。
拠点でもない。避難所って俺が書いた通り避難所なんだ、そこ。じゃあ私はその避難所で避難してましょうか。え、ダメだよ。あ、そう。ちょ、待って、ここマジなんもねえ。ここはマジで廃墟だ。へぇ。ここは畑かな。畑行ってみれば、パンが手に入るか。ああ、それね。それなんかあるよ。そういうとこあるよ。妖怪の山に行こう。廃村ってそういえばあったわ。あ、詳しくは、幻想忍者演舞をチェック。宣伝させていただきました。殺す。で、クリーパーいっぱいいるね、ほんとにね。パート22でね、廃村って出てきたよね。知りませんよ、そんな。ちょっと動画チェックしてくれ。ちょっと動画チェックしてくれ。何言ってんの。ああ、畑が。草生えてるけど、畑は畑だ。もらっていこう。よーし、オッケー。まあ、こんなとこ出よう、早く。あ、こっちにもっとでかい畑あるじゃん。これも強奪しよう。今、テレポートしようとした人がいる。してねえよ、してねえ。早く立っただけだ。まず、僕はその廃村に行ってきまーす。あ、こっちが出口か。でもその廃村危険だから、やべ。廃村の前の、君の方が危険なんだけどね。君がナンバーワン、君がナンバーワン、君がナンバーワン。何死ななかったのと、あいつしぶといな。お、君。おい、そこの君。おぉ、弾幕のことが足りない。あれ、豚いっぱいいる。え、りょう。お前を倒して弾幕の元ゲットする。足りんな。とりあえず豚買ってくわ。かまどとかある、その配送。あるよ、かまど。ナイス。そっち行って豚焼きに行くわ。なんで豚2匹倒したのに1個しか取れてないの。え、こいつ豚肉落としてない。まあいいや、1個でもありがたいし。サナエさんのとこクリーパーだらけじゃん。おがー、サナエさん同じ色だけど。死ね死ね。え、配送どこ。その道か。あった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 。MJ ちゃんと順路通り行ってないんだ、これ。やばい。本当に今やばい。お、鳥居だ、鳥居だ。バイ、ハイゾーン。今は本当にやばかった。今は完全に東方プロジェクトだったね、今のはね。ね、本当に一発で死ぬ職だったもん、あれ。かすっただけで死亡で、あの強い妖精が目の前にいたから。夜になってきた、怖い。やばい。今のはマジでやばかった。このハイゾーンどうする？救ってあげる？救わない。救わない。はい。こんなのいらない。はい。こんなアクセスも悪くて敵もたくさんいるクソみたいな手帳は いらねえよ。そっか。はぁ、くそったね。敵が多すぎんだよ。ここそれなりに危険だな。やっぱ人里と同じような感じで、入り口と出口になぜか鳥居があるね。まあ、もともとはここが人里だったっていう場所なんでしょ。まあ、僕の勝手な推測ですけど、廃村なんで。憶測を語らないでください。あなたの勝手な憶測を語らないでください。こんなこと聞きに来てるんじゃないの、私は。はい。小麦だ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 。まあと言っても廃村って公式設定ではないと思う。公式設定ではない。うん。ああ、いた。スケルトンが湧いてやがる。僕のお家で。憎いぜ。ああ、おそらく作者的には広大な幻想郷をちゃんと描ききるために二次創作の設定も拾ってったってことよね。まあまあまあ。まあ、世界はできるだけ広い方がいいですか。そうですね。私の実質的な廃村拠点ができました。まあ、ガラ空きなんですけど。廃村行ったの。そうだよ、僕廃村だよ、今。廃村ナウです。廃村ナウ。やべ、目と目があった。まあ、今の俺は別に、あいつは怖くねえ。スケルトンさんはあんまり俺は怖くない。お前、そっちからかよ。なんでお前逆から入ってきたんだよ、わざわざよ。丁寧なやつだな、お前。びっくりしたわ、逆に。逆から入ってきて。かまどでもないな、ここの拠点には。まあ豚肉って言っても生肉だからな、言うて1個の。買ったんだ、綺麗に。この部屋には作業台ない。だから配送に作業台あるんじゃない。あるよ。じゃあそれでパン作って。まあ少しください、少し。うん、本当に少ししかあげないよ。あ、持ち歩いてんのか。そうよ。おお。なんだこのゾンビ。なんで MJ を襲わないの、あのゾンビは。いや、ターゲット俺がいたかった。ああ、敵ターゲット俺かと思ったよ。安全な時に腐った肉食っとかないとね。夜は危険ですから、配送は。何したの。取り尽くした。え、配送帰るの。そんな遠くには行かないかも、まだ。よし、じゃあ行くか。どこだ、あの避難所は。え、ここ。あ、避難所まで帰ってきちゃったんだ。じゃあもう配送出たってこと。出たっていうか、配送すぐ近くよ、ここ。じゃあもうそっち俺行くよ、すぐそこだから。あ、そう。あれ、帰り道の方が危険だな、これ。ここでどうするの。一旦寝た方がいいのかな。相当進んできてるというか、もう後戻りするのはできないという感じになってきてるからな。一旦寝た方がよくね、この辺で。蜘蛛の糸はあるの。あ、あるわ。そこのなんか拠点にあったけど、あれが。うん、巣がいっぱいある。マジで。やばい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 。みたいなあったって。至るところにある。うん。じゃあ、これ寝ますか、それだったら。ベッドいっぱい作れる？作れるよ、普通に。じゃあ、ちょっと、私にも。3階？うん、ここは3階。オッケー。あー、危ない危ない危ない。3階に今、クモの巣があってみて。あ、そっか、クモの巣が上にいっぱいあるんだ。ここでベッドを作るために素材を集めましょう。クモの巣って何で取るの？剣。剣で取れるの。
はい、クモの巣何個で要望になるんだっけ。4個で、はい。普通にここの拠点危ない、壁が穴開いてるからね。この辺一体みんな死んだね。よし、オッケーオッケー。マジで危ねえ、ここまた入ってきてる。またもうやだ、マジでここの館やだ、危な。これむしろ1階の方が安全じゃね。どうだろうな。とりあえず3階を放棄するから、ここをクイズスペースにするつもりはない。はい、よし、これで塞げるか。わからんけど、マジか。危ない。マジでここ危ねえ。危ない。あと10、ここにも弾幕は飛んでくるけどね、いっぱい。13個。これで普通の羊毛と天空樹の木で普通の天空樹ベッドが作れるの。ああ、作れると思うよ。よしさあ、じゃあ作業台は、あった、これか。かまどもあるの。天空樹ベッド、ベッドを作りたいのに、クラフトって結構安全なとこじゃないと怖くて。夜になってきたね、安全な場所見つけて寝ましょう。よーし、寝たもん勝ち。まあ、妖精の唯一の救いは、奴らは一応敵対モブ扱いではないから、一応いても寝られるというところだな。はぁ、あ。奴らがいても寝ることはできる。はいはい。すごいね、MJ。そんなに木材持ってたの。あ、上の柱をちょっと ぶった切ったりした。ああ、そういうことね。3階は居住スペースにしないといけない。はぁ、あ、はぁ、あ。だから資材になってもらうことにしたんだ。じゃあ、ここはまた新たな拠点として建てとくってことか。そうねー、まだこの先、広いのよ。わざと多分これ。まだまだありそうなのよ、雰囲気が。はぁ、あ、はぁ、あ。行ったらさ、だってここ滝があって、こう登ってきたわけじゃない、うん、ずっと、うん、こう頑張って、はいはい。でもここなんかこう一つのでかい山というか、おそらくここは妖怪の山だと思うのだけれども、はいはい、危ねえ。そこのなんかこう中腹というか、まだ始まりぐらい、マジかという感じっぽいので、まあ、まだもう少し先に進まなくてはいけないと。じゃあここは第8からだっていうのやつ。第7って俺が作った中継地点みたいな感じだね。じゃあここはこれから拠点として生きていくわけか。じゃあウェイポイント立てとこう、俺も。さっきのやつは拠点としていいのか。あれもまあ一応仮拠点としてあるけど、俺は。じゃあこっちを主な本当に拠点にするか。ここは本当に拠点としてもう使うしかない。オッケー。あまりにも危険すぎるからな。でもそろそろ折り返し地点が必要なのよ。言ったら折り返し地点、中継地点がないと、もう結構進んできたから、大変すぎるからね。そう。じゃあここを第7拠点という名で、さっきのやつは仮拠点に変更しよう、名称。そうね、仮拠点もなんか物をいろいろ置いてあるから、あれはいらないから置いてるんだけど。あ、そう。じゃあさっきの勝手に強奪してよかったのか。うん。第7拠点廃村ができました。廃村なの、正式名称は廃村。迷い方は山中に突然現れる無人の屋敷のことで、東方妖妖無二面の舞台となっている。妖怪の山とは明言されていないが、幻想郷での山は妖怪の山を指すことが多いため、迷い川妖怪の山の奥だと思われる。迷い川ってどうやって書くの。カタカナ。カタカナ。うん、なんか迷い日がみたいな名前じゃなかった。そうそう、迷い日が。やっぱそうだよね。多分迷い川じゃないかなと思ってんだよね。迷い日がって書いて迷い川と読むのか。そうそう、幻想人気は陰部で、その配送にチェンがいたのよ。チェンといえば迷い川なの、だからもしかしたら迷い川かなっていうのが、まあ僕の定かではないということ。それは多分迷いがかなっていう。迷いがそもそも山の中だし、わからないから派手なつけといて。これに関しては確定ができないな。迷いがってでもさ、二次創作の場では隙間の中にあるらしいんだけど。迷いがは隙間にない。なんか隙間の中の異空間とかいう話を聞いたぞ。迷いがってそもそも山中に突然現れる無人の屋敷だから。屋敷だから隙間の中ではなくない。迷いがとは確定できないんだよ。待って、こっちじゃない。これ墓？墓かな、これは。墓？山の中に墓っていう東方の設定は聞いたことがないな。まあこれ村の墓じゃない。ああ。この村全体が迷いがってこと？それは。ワンチャンね。それはなくね？そうかな。迷いがなのか、幻想人形演舞の山の廃村なのかっていう感じ。むしろこれが迷いがじゃないよね、まさか。俺らが避難所と呼んでいるここがまさかの迷いがという可能性は？わからん。まさかの。もうこれに関しては分かんないね。情報がね、迷いがってあんまりないのよ。この配送は森屋神社に続いてるわ。ここ森屋神社関連の施設だよ、言ったら。調べたの？
調べたというか見た。見てみここ。おうおうおう。この赤線が鳥居なんですよ。これが神社なんですよ。どう考えてここがさ、うん、鳥居じゃん。はあ、はあ。ここもさ多分ここにも鳥居があるんですよ。はあ、はあ、はあ。ここに鳥居がある。はあ。だからもうそういうことなんだよ。がセットなんだよ。守谷神社と。俺の予想なんだけど、この先にちょっと池みたいなの見えない？これね。これ。これがもしかして大釜の池なんじゃないかっていうのが僕の予想。え、なんかいる。うわぁ、おぉおぉおぉ、なんかヘビーレイン。抜け、ビヨンビヨンしてる。やば。あ、夜だったの。じゃあ私も寝よう。よし、じゃあとりあえずベッドはこの辺に置いて。めっちゃ整えてる。待って、何連飛想点12回連続で打ってるこれ。へえ、すーげえ。 12×5 してみ。それが俺の失った経験値の数。わあ、すごい。 60?60 経験値も俺はぶっ放したんだ。つまりへえ、この幻想級の量、敵の量が異常すぎるんだ。こんな60も簡単に溜まっちゃうのか。あ、入ってきた。入ってきた。え、上がってきたかもさ。これチェスト使っていいの？いいよ。ここも結局ゴミばかりだから。これエクステンドってさ何に使えるんだろう。素材ワンナップできちゃうとかある？素材だね、それは。ただの素材。じゃあ置いとくわ。1階はただの危険地域なのね。そう。よし、じゃあそれでは挨拶しましょうか。ということで今回ここで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。ではさよなら。さよなら。